皆様こんばんにちは、おついちでございます。ということで、今回は声テクモゲームスさんからの直を賜りまして、3月3日発売のウォロン、ボールンダイナスティの製品版をですね、一足早くプレイさせていただくことになりました。ありがとうございます。そしてウォロン、ボールンダイナスティ発売おめでとうございます。はい、ということでね、2月24日に、配信されました最終体験版、こちらもね、先行プレイでやらせていただいたんですけども、製品版もちょっとだけ早くプレイさせていただけることになりました。ありがとうございます。で、そうですね、最終体験版のセーブデータが引き継げるということだったので、今回引き継いでプレイさせていただくことになるんですが、ちょっとね、気づいてる方もいますけども、私もちょっと転生させていただきまして、いつの間にか B メンズになっております。ちょっとね、本編はこれでやっていこうかなっていうふうに思っております。B メンズです。はい。ということで、引き継いでコンティニューでやってるんですけど、一応最初というか、長領に出会う前のステージにはなんか戻ってきてはいるんですが、どうやらこっからですね、この移動で他の戦場に移動すると、これがそうですね、前回最終体験版でやらせていただいたところの他に、また別のステージがここから行けるようになってるみたいですね。で、主戦場と副戦場っていうのが分かれてるみたいなんで、まあこっちがストーリーで、こっちがまあサイドストーリーみたいな感じになってるのかな、みたいですけどね。で、まあ第2節になってますね。第1節が普通に最終体験版でもプレイできて、それを引き継ぎつつ第2節に行けるという感じになってるみたいですね。ということで、まあ今回はね、この主戦場帰国の谷、まあこれあれですね、ファーストの体験版の時に出てきたステージだと思うんですけども、こちらの方をやっていこうかなと思っております。はい、ということで、これで後期に蹂躙されていたのは東山だけではなかった。趙雲の助言を受けて皇将とともにその本拠倉庫に向かうには、脈々たる険しい山河を越えねばならない。その道中に立ちはだかっていたのは険しい峡谷、帰国港、草花が揺れる清流の向こうには怪しい影が待ち受けるということで、帰国の谷、こちらをやっていきましょう。移動、今回はあれなんですかね、本拠地みたいなのはないんですかね。まあ後々出てくるのか。まあまだまだあれですね、序盤という感じですけどもね。謝るな、エキトク。その御仁は私を救ってくれたのだ。ま、なんだ、勘違いだ、すまんな。よし、それだけ強いなら腕比べだ。どっちが黄金を多く倒すか、この長飛と一緒に一暴れしようじゃねえか。
出た、急に出た、劉備三兄弟や。カンウとかっこいい、カンさんかっこよすぎるよ。張飛も張飛だな、張飛はどこでも張飛だな。お、カンウと同行開始した。マジで、お、カンウ張飛と一緒に行けんの、やばくね、やばすぎんだけど。話す、劉備と申す。弟らと共に義勇兵を率いている。すまぬが、雲長益徳の力になってやってもらえぬか。私もすぐ後を追う。天下の大徳、あんたの頼みとあらば聞くわけにいかな、聞かないわけにはいけませんな。いやー、やった、カンさんだ、すげー。青竜刀ちょうだい、それ。その青竜刀ちょうだい。いやー、張飛のその打歩行でもいいよ。ちょうだい、ダメ？あ、そう。マジかよ。やべ、いきなり劉備が出てくんのか、すげえな。いや、面白い。能力鍛錬でレベルは上げられるな。一応上げてきてはいるけど、どうしよっかな。1レベル近接上がるな。俺もカンさんにあやがってタチ使ってんだけど、タチ使い忘れてくださいよ。一応ドトカ上げるか。おい、で装備が入手順、今鉄拳と太刀だね。双剣ね、双剣なんかも面白そうではありますけどね。やっぱ太刀かな、とりあえず太刀と、まあ、槍もわかる、槍もわかる。なんか長物がやっぱりね、三国志長物っていう気はするんでね、僕の中だとね。まあとりあえずこれでいいか。道具が、あー、はいはいはい、これがクリア特典で確かで、こっちが、ダウンロード初回の購入特典ですね。めっちゃ強っ。回復量、ゲージ獲得、眼耐性、こっちもいいね。無傷時の規制ダメージ、追随、うん、ふん、回数、お、装備、いろいろ効果がついてんだよね。鍛冶屋で強化すると所持している装備品の中で一番高い強化段階まで素材と銭を消費せずに強化できます。ああ、そういうことなんだ。へえ。ああ、いいね。ああ、ついついついてるわ。このまま、じゃあ、この装備のままいけちゃうよーっていう感じにはなるんだな。幸運。指揮ポイント獲得。非耐性。鈴鹿か白虎かなんだな。防御力とかはあんま変わんないね。物理耐性はでも 3% だ。こっちにしといて、まあ心中ゲージ獲得もあるし、壺の回復量が上がるのはいいね。こっちにして、もう惜しみなく特典装備を使っていくやつな。ああ、まあそりゃそうや。スザックかな。あ、かっこよ。スザック、そう、これ見た目も大事ですね。見た目も大事ですよ、これ。スザックだと、ちょっと、カンさん、駅とかちょっと待ってね。カンさん、駅とかちょっと待って。ああ、いいね。あ、かっこいいね。なるほど。で、白虎は？白虎。白虎だと？あ、白か。まあそうだな、白虎だからな。白虎装備が白。あー、こっちもいいね。あ、いや、迷うなや。これは迷うなや。白虎いいなー。白虎にしようかなー。ちょっと白虎装備でいこうかな。髪の色とも合ってるし。
けど、白虎装備だな。で、装備他は？他は特にないか。これさ、前回手に入れたやつだな。かんざし。これでいっか。で、あと、物資で、これで、龍脈の小石、使用回数が1上がるから、これはもう使っちゃいましょう。このアイテムは、まだ、ああ、ここでは使えないやつか。はい。じゃあ、これで、早速使っちゃって、使用回数1や増加、やったねー。戦機とかは、まあ、貯めておくか。で、こうすると4に増えるのかな。あ、4に増えたわ。よし、行こう。ここはもう、ね、やってるから、マップの構造自体どうなんだろう。変わってんのかな、変わってないのかな。ははー、もう。五行相克。戦術には五行相克の関係性があり、これを利用すると戦術そのものの、戦術により生じた有利効果、不利効果を打ち消せる。木国土。土行は、木行は土行を打ち消す。土国水。土行は水行を打ち消す。水国火。水行は火行を、火行かな、まあ、火行を打ち消す。火国金。火行は金行を打ち消す。金国木。まあ全部、なってるって話ね。まあ、この辺も、ゆくゆく気にしなくちゃいけない。なあなあ、でも配置はやっぱ変わってるわ。あれ絶対めんどくさいだろう。お面つけてんだよね。ここの黄金の親玉ってのは厄介な野郎だな。おう、なるほど。あー、じゃああれか、重宝が。ういっ、お前も義勇兵なんだろ。義勇兵ですよ。違うところ見せろよな。よ、この魔王の通り、谷蛇に従い、この谷に参入したが、手勢の少ない我らだけで攻めあぐねておったんだ。なるほど。ならば加勢いたしましょう。っていうか、あんたたち二人いたらここの族なんかもう黄金島なんか一掃できると思いますけど。どうも。開く。やばいね。これはでもいいね。最初からやっぱりね、三国志のスーパースターたちと戦えるっていうのはいいっすよ。あー、下も行けるけど、こっちが一応あれだな。この先軍旗があるはずなんだよな。コブ。R1 上。同業者が心よそび、行動、あ、行けーができんね。カンさん。あ、違う。あ、R1 か。こちら。カンさん、行っちゃってください。貴殿の求めあらば、地の底まで。よくとく行けん。さすが、これはいいね。でもここにいるんだよね。知ってる。もうこれだけやってればいいんじゃないか。強えよ、この兄弟。やべえよ。よし、ゲット。ここにはしごがあって、ゆくゆく来るやろ。あ、回復した。運気立てます。
あんた覚えてるよ。世間は狭いね。噂聞いてたよ。なかなかのもんだね。あんたにひいきにしてもらえるた、あたいも職人冥利に尽きるよ。許可さん、許可できる？いや、できないね。僕の許可はできそうだな。許可よろしいですか。はい、追従ついてるから無料なんだろ。もう許可する。無料許可する。一回休んどくか。ほい。いる。あー、でもだいぶ配置が変わってるわ。これまでの連中とはちっとばかし雰囲気が違う。あれ絶対やばいな。どうやっていくかな。下先にやって後ろから回るか。ここにもいいんだろう。いいっすね。どんどんやっちゃってください。俺は無理ですわ。あ、こんにちは。あー、なんか強化してるっぽい。どこだ、あれ。トトだな。トト組んでんな。俺は今のうちにこっちを。倒しちめえば。一気火星に攻め立てようぞ。一気火星。口ほどにもありませんな。よいしょ。レベルを上げられる、どこから行こう。土徳をとりあえず10まで上げるか。あ、いや待って、こういう時は戦術見て。あー、不余計12なんだ。結構先だな。15 8。あはん、ゆりこか。6、4でここいけるね。で、私はもういけるっちゃいけるのか。一定時間真珠ゲージの上昇値が増加する。あー、まあまあまあ、とはいえでも今つけてる砲術がまあご優秀といえばご優秀なんで。一定時間敵に与えるダメージ増加するが、敵から受けるダメージ増加する。わかるー。でも8だ。術ね。土術。12、6。一定時間敵の攻撃による規制ダメージの減少。
敵の攻撃による規制ダメージが減少する。ああ、なるほど。士気ランクの低下を防ぐ。ああ、まあいいっすね。ただし効果は解除される。ただまあ、スパーマが結構優秀だから。忍術ね。遅くなるのはいいよね。ボス戦とかにはすごい有効そう。与えるダメージが減少。近術は完全にもうサポートとか状態上系だよな。毒状態不要。まあ属性系はシナジーが出てきてからでいいとは思うけどな。減少、移動速度上昇。あ、まあこういうのは地味に便利。なるほどな。まあでもまだかな。とりあえずレベルを上げていこうぜ。やっぱ立ちがいいな。でも立ちに行くってことは重装備で行けるのか。まあまあまあ、今回は立ちで重装備系で行くのもいいかもね。私結構ほら、前回のやつとか、2王とかは、割と軽装で、速い攻撃でやってたけど。立ちを行けるんだったら、まあ、こういう好きな武器でね、その、装備の構成とか変えられるのはいいですけどね。動画来たよ、動画。ドアどうなんですか。動くね。こっからだったらヘッド狙いんじゃない。あ、でも貫通するんだ。ナイス。これ負ける気がしなくね。なんて言ってるとなんだよ。下も調べたいな。えい。そんなに使えないな。強いけどね、やっぱり。ここを組んでんな。どうしようかな。おい、先にやっちゃいったー。へい、回復、調べる。それここもオープン。軍旗は7個、表記が5つ。なるほど。あそこいるよね。いるな。やらせません。はい。オッケー。よし。
表記1個目。一回これあれか、ああこっからいける。術師やべえな。これ何がいる？何がいる？普通に寝てたのか。多分妖魔がおる。おった。おい、あれ我ら強すぎじゃないかこれ。今めっちゃフラグ立ってる俺。ヤンさん、貴殿の求めあらば地の底まで。あ、それは買うんだ。申すまでもない。一番強いのは玄徳の兄だ。それはね。それはね。というだけでは世や人は救えぬ。だからこそ我らは兄者についてきたんだ。やっぱそこはおなじみで行くんだろうな。あ、ここあれがいねえわ。あ、いるわ。いるわ。普通にいるわ。いるのか。まあでもいれ。関西行きとくいればいけんだろう、これ。でも早速使っちゃって、こんなものはどんどん使うよ。もうで、ショートカット。よし。これは、軍旗かな。オッケー。よし、次だ。お、この辺に何かあるんだ。どうしよっか。まあ、こいつらは電子も。どうもこんにちは、さようなら。よん、でゲット。表記1、あと表記が4つ。で、あの上にもいたかな、確か。よし、落ちんなよ。よいしょ。拾って
って落ちそう。上？あの岩どうやって積み上げたんだろうな。あ、これか。はい、ひょう。完璧だ。ただこの先あれも出てくるのかな。いや、まあ出てくるだろうな、あの鳥みたいなやつな。無敵を使います。残念でした。あー、ここやられてるわ。やられてるってことはいるなこれ。確実に。行ってくんな。地の底まで。アイテムいっぱい行こう。いや出るよね絶対。ピーピロローってくるよねこれ。だよねー。あ、避けた。やばいっすね。大丈夫ですか。でも行っちゃってください。やばい。痛い。痛い。あ、やべ、倒したか。ピッ。おい、おい、おれ。いやあ、危なかった。優秀な人材を2人失うところであった。これ一人でやったんだもんな。体験版の時ようやったわ。まあ、こっから落としただけなんですけどね。ええ。アイテムも手に入んねえっつってね。アイテムある。登る。あれ、あそこにもあんだ。とりあえず一回運気立てちゃって。向こう側からじゃないとダメか。えい。よし、あと軍旗を2つで、奥に1つあるはずだから。とりあえず軍旗表記は今のところ立てられてるはずであると思われるが、ここのもらっちゃおうか。あ、大丈夫だった。
あー、レベルアップしちゃう。でも多分復活するんだよね。だよね。むしろ復活した。ファーン。お邪魔しました。お邪魔しました。大丈夫ですよ。別にあなたの邪魔なんてもうしませんから。行くぜ、カンさん、よくとく逃げるぜ。こいつ、あ、でも13か、いけるな。で、燃えとるよ、後ろ燃えとるよ。うの、後ろいたんだ。あー、まあそうなると、まあ味方がいる、まあ全部が全部味方がいるステージじゃないけど、サポート特化にして全部味方にやる。いやでも要はあれよ、三国志だから軍師ができるっていう話を、今です、今ですができるわけよってことだよ。カンさん、よくとく、今です、よくからつけい。ひねり上げい。それができるってことな。誰が軍師プレイしてくれる人いねえかな。超面白そうだそれ。超見て、俺が見て。上戻ろう。ついで、こっちに表記。今やだからあれだよ、孔明にもなれるわけよ。孔明プレイができるよ。とある孔明みたいな格好してるけどさ。私は生と木を操るものです。行きなさい、カン。消費こちらです。カン、地の底に行ってどうする、お前が。カンさん、カンさん、スーッと落ちちゃったな。誰にやられた？あ、お前か。悪いな。あんたの恨みは報じてやったぜ。こっち下行くとなんだっけ。
あ、ここに戻ってくるだけか。本当に？あ、そうか、火を切ったからいいんだ。オッケーオッケー。よし、行こう。とりあえずあそこ軍機あるから、まあ、さっさと立てて、カンさん回復させてあげないと。いやーいいなー、自分が一切手を下さないプレーはちょっと軍師プレーはちょっと今考えたらちょっとゾクゾクっとするな。三国志ね、武将もそうだけど軍師ももうね、どれもいい軍師揃ってるからね。 あそこになんかあったな。確かこれ移動できなかったっけ。軍機から軍機に移動ができたはず。あ、いや、そんなことはねえか。レベル上がります。10まで上げよう。あ、いた。よし。そこを取りに戻んねえと。好きな画家軍師は書くか。やっぱ書くか。いいよね。義はね、いいじゃん。軍師いっぱいいるけど。やっぱね、戦闘機を書くかだね。だいぶあれだな、指揮ポイント上がってきたね。っていうことここまたいんのか。いるよなあ。いや、いねえか、さすがにいねえか。いるわ。いやー、ここだいぶ戻るな。よし、戻るぞ。終わってる終わってる。ではもらった。どこだっけ。この辺か。いや、この家じゃなかったか。いや、いいんだよ。この下あたり？あ、ここだ。うい、戻ろう。戻るよ、ダリソンも。
落ちる場所間違えたわい。あ、ちょうどいいの。こっちを。お邪魔したあ、結構落ちますなパイプ。ただストックが今回はできないんだね、仁王と比べたらね。よいしょ。よし、休んでレベルが上がらない。パーマーナーパーン。人はいなかったっけ。何を。お、なんだ。あ、なんだ？なんだこれ？パンダ？パン、逆パンダ？逆さパンダ？食鉄獣は金鉄を食べることのみ興味を持ち、人間に害をなすことのないようなアイテムを渡すとそれを食し、俺として小物を与える。与えてほしくない品が手元にあれば渡してもよいだろう。あ、なるほど。返してくれんのかい。なんかあった。あ、まあ武器いらないのあげる。おいお前、酒持ってねえよな普通。持ってるわけねえだろ。捨てる。あ、捨てるじゃねえ。ん？捨てるアイテム？ん？なんだって？捨てるだとなくなっちゃうのか？ん？他に、あ、足元に落とすのあったわ。ごめん。じゃあこっちあげるわ。足元に落とす。どうすか？愛らしい妖魔もいたものよ。これ、ヒゲは食うでない。微線香が。お、兵士ももらった。寝た。かわいいな。かわいいな。武士。兵士は？兵士。あ、兵士。これどこ枠？しかも、あ、アクセサリー枠？あ、アクセサリー枠だわ。規定防御は3上がるだけだ。がね、いるよね。そうだよね。用心して進まれる。そうな。バレそう。落とせ。もう一体いますからね。カンさん大丈夫それ。カンさんだいぶ先行ったねそれ。こっち戻ってきてくんない？カンさん、カンさんそこにいられるとね、後ろが来るんだわ。
やばいんだよ。トラよりこっちの方がやばい。よしよし、やってんな。そしたらこっちに行って、いるな、強化してんな。あれ、おったんかいな。頭を上げい、お主。頭を上げい。はい。ぞろりぞろり、もう敵はおらんだ。絶に。そういえばあれだな、1個手に入ったな。使う。オッケー。これで5。めっちゃやべえな。あ、一発で倒せねえか。あ、でも気づいてねえよ。残り2発。神戸を上げい。はい。ゲイ。出しな。ゲイ。これであとあれかな、洞窟、この後半の洞窟の中に一つ絶対あったはずだから、それとあれか。いや、分かるよ、結構経ってるね。19だもんな。先手必勝なり。よし。早いとこ見つけてぶっ飛ばそうぜ。滝の奥から妙な殺気を感じる。あ、そうや、カンさん。ここで立ち止まっておる暇はなさそう。口を叩いてる場合か、生きとく。やられたわ。おのれ作詞。安田の罠にはまったわ。出てくんのかね、超慢性。誰か長王様に知らせろ。あ、長王なんだな、ここは。うわー、いるのかよ、ノタン少数いる。いや、あれが先に。OK。これやっとかねえと。結構やられてんじゃん。
間違えたじゃん。いくよ。こういうのはもう一気にです。もうで、この強い敵はね、もう一気にやるのがもう一番。おー、イエーイ、新しい太刀。千金にも勝る品ではあるまいか。こんなもん見る。なるほど。並び順、種類順にして、今こっちプラス1にしてんだよな。あーまあプラス1はこっちの方が。あとあれか、やっぱついてるものと的外ダメージ3パー、真鍮ゲージ獲得がついてるからこっちでもいいんだけどね。あと技だけちょっと見たいな。あれ、技みんなどこやんだっけ。その場で一回転して周囲を投げ合った後、前方へ突き放つ。地面を削るように武器を振り上げ前方に衝撃を飛ばす。飛び道具か、まあ、こっちでいいか。では進みましょうぞ。こっち容器に変わってんな。お、カウントの傷が強まった。レベル3やったね。エキト君今押したよな。エキト君おい押したよな。エキト君間違いなくな。なんかあるんですけど、マガマガしすぎんですけど。おめえ長兄に言ってもいいんだぜ。あーまあ向こうから上から飛んかな。バイク2個か。ちょっと心もとないが。そこにいんのな。今なんか銅打たれたような気がするんだが、あやべ、あそこにある。僕は虎だよな。先手必勝したい。トラちゃん、トラちゃん、ちょっとね早くしないとゲージが切れちゃうんだよね。表記立てて、よし、表記はマックスで、奥の軍機立てて、軍機もマックス。探索終了。
前の式は17だろ、こっちは25だぞ。他の手だれをもうガンガンいっちゃうっていう。鮮やかなお手並み、あっぱれにござる。いや、やったのカンさん、あんただぜ。はい、よし、あはは、レベルもいっぱい。じゃあ10まで上がった。で、1個は上がらない。まあ、かけら使えばあげられるけど、まあ、使うまでもあるまい。あの手だれよりこっちのそっぺの方がテンション高いのは、士気が高いのはやっぱりあれかな、宝物を目にしてるかな。さあボスです。さあ長領じゃないので多分長宝らしいですけど、どうなるんでしょうか。やってみましょう。 GO。 地高将軍様、敵は目前に迫っております。ここはどうか撤退のご指示を。ただひたすらに好天の世を目指すのだ。我らの道を阻むものだ。悔い改めるがよい。やば。我が術をかわせるならかわしてみ。やば。これなのかよ。痛い痛い。飛び道具やべえな。うん、伸ばすのしまいだ。やべえやべえやべえ。チリンチリンチリン。ボンボンボン。ボン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 。おお、やべやべ。に、これかよ。あ、ちょっと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 。やべやべ。言われずとも聞きます。行け。どうしよう。ほい、ほい、倒しまった。てっきり変身するかと思って。ごたくはあの世で並べやがれ。兄貴、久しぶりに例の。もたもたすんなや、ほら。天なる竜よ、
我らが固き絆と志、ご昇乱あれ。無法者、上等だ。腐った役人は法じゃ裁けねえ。義による刃で手にかけた悪党は数知れず。だが拉致が開かねえ。戦続きじゃ善人ばかりが死んでいく。この部は罪なき人々を救うため振るうべし。ただの荒くれでは終われねえ。世に笑顔を取り戻してやる。青龍のごとき強き義兵の志を持って。公演以来だ。グッと来たぜ。うん、久々に魂が震えたぞ。兄者、ご無事で。黄金の兵らはここから撤退したようだ。祭壇の奥から高層へ抜けられよう。我らも後を追う。また会おう。それまで勝手に死ぬんじゃねえぞ。おお、青龍パワーが手に入った。決議により青龍の玉を得ました。桃源の誓い、桃源の誓いと同じことを誓ってどうする。俺と兄弟の契り結んだ。俺とも いやーいいねー。関羽張飛とってやれるのいいな。でもね、ボスがね、ちょっと変身するのかと思ってね、玉またあの丹田かなんか丹薬かなんか飲んで、こう、おーっつってなるのかなと思ったら、そのまま終わっちゃったんでね。おお、宋の文字。10万対2万だ。策はあるのか、曹操殿。いずれかが餌となり、敵を引きつける。その隙に、別動隊が聴覚を狙う。悪くない。だがどう迂回させる。聴覚もバカではない。備えを残されると。おお、うん、先ほど見つけた裏道です。攻めるならここかと。気に入った。とんだ広いものだ。こやつはわしが連れて行くぞ。好きにされよ。虎殿は言い出したら聞かんからな。この孫権についてこい。手柄を立てたいのならな。いいね、出てきたね。孫権だ。すげえ、孫権と行くのか今度。やべえな。いや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 、あんたなんか使いませんぜ、わっしゃ。はい、じゃあまあ今日は、今回はこの辺で終わりにしておきたいと思います。いや、面白いっすね。いやー、2回目でいきなり、じゃあ趙雲出てくるでしょ。関羽、趙飛出てきて、次孫権っすよ。でもう曹操も出てきてるし、あ、まあでも声がね、もういつも通りなんだ。分かってんな、やっぱな。うん、まあ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 、ちょっと次どんどんね気になりますけども、今日はこの辺で終わりにしておきたいと思います。まあ次回から多分生放送か何かに切り替えていくとは思いますけども、とりあえず今日はここまででございます。いや、面白いですね。はい、あの、皆さん楽しんでください。あの、絶対面白いゲームなので間違いなく、はい。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回ボーロンでお会いいたしましょう。ほんじゃあ、またな。